はよう。なんかね、あ、今日のコンサート行く、ありがとうございます。そう来たんです。なんかね、目が覚めてそっから眠れなくなって、なのでちょっとね、朝活して戻ってきて、それで配信して時間を有効活用しようと思ってね。おはようございます。昨日楽しかったです。私も楽しかったです。そうだよ、もうすでに朝活を、朝練じゃないよ朝活です。っていうか冷蔵庫がなんか鳴り始めた止まってほしい。ちょっとまたブログに書くね、今日の朝のことはちょっとネタができました。ネタをね、探検しに行ったの。そう、ちょっと冷蔵庫がね、いきなり私の配信と同時に動き始めた。おはようございます。昨日はありがとうございました。追加公演だったので、結構なんだろう、急遽というか、朝のじゃない、間違えた平日の夜っていうことで、ちょっと来れる方もね、限られたんじゃないかなと思うんですけど、たくさんの方が来てくださりました。ありがとうございます。イエーイ。ヘリアンさん、ザンタクさん、バラちゃん、クジマサさん、ヨッシーさん、ソリオさん、クジマサさん、ギフトありがとうございます。おはようございますあ、ちょっと待って、テロップ入れとこう。9月最後ですよ。テラップ入れました。たかしんさん、ちばにゃんさん、カタカナのたかさん、ギフトありがとうございます。ハルキングさん、カタカナのたかさん、ギフトありがとう。前髪が伸びてさ、もう目を刺してる、毛先が。やばい、切りたい。昨日もね、頑張って巻いて目に入らないようにしてた。おはようございます。おはようございます。空飛ぶドラえもんさん、カラさん、ギフトありがとう。ガントチャットさん、クマちゃん、ありがとうございます。高野さん、くじまささん、空飛ぶドラえもんさん、ありがとう。朝からうどん食べたの、すごいねみんな何食べた？今朝もグラビア見てきました。ありがとうございます。そうですね、ラストスパートです。今日最終日なんですよ。できる範囲で延長したよ、ありがとう。ヤンマが嬉しい。なんかさ、私さ、ヤンマがね、期間めっちゃ長かったじゃないですか。だからまあなんだろう、こうどんどん新しいメンバーが更新されていく中でさ、これなんか埋もれて終わっちゃいそうって思ってたんですよ。そう、そしたらなんか思ったよりって言ったら
まあ皆さんに失礼なんですけど、あの延長してくださってる方に対してはんって思われるかもしれないんですけど、意外と私のランキングが上の方にあってちょっとびっくりして、そう、それでまあ結構もう9月の末ギリギリになっちゃったんですけど、なんかこれなら目指せそう、ランクイン目指せそうっていうのでさ、そうちょっと急遽皆さんにお願いしますみたいな形になっちゃったんだけどさ、それでもこうなんだろう協力してくれるのがすごい嬉しくて、そうなんです、7位以内なんですよね。おはようございます。そうだからなんかね、せっかく皆さんが延長してくださったり、私の知らないところでさこうランクインしようさせようとちょっと長い間頑張ってきてくださった方がいるって思ったら、なんかもったいないなって私も思って、だからちょっと急なお願いではあるんですけど、まあ、最終日よかったら最後まで応援よろしくお願いします。ちょっとね、一昨日昨日とね、あの私消息不明というかSNS がちょっと止まったことは本当に申し訳ないです。もうちょっとちゃんと山賀のこととか言いたかったんだけど、とまたその、ね、山賀のこととかはメールしようと思います。早起きです。そうなんです、超絶珍しい朝配信いやなんかね、あの目が覚めてね、本当に目がじゃない、あの眠くなくなったんですよ。だから結構もう夜の10時ぐらいになったら急に睡魔が襲ってくるかもしれませんこんにちは、おはよう、アルマサトリアさん、サルトビミザエモンさん、ハルキングさん、イルロッソさん、空飛ぶドラえもんさん、クジマサさん、ギフトありがとう。夜配信はね、そうなんですよ、ちょっと難しいので、きびいので、まあ、この山賀の猫とも兼ねて今日大阪で千秋楽ですよっていうのと山賀のお願いも兼ねて朝配信しようかなと思って始めてみました。そう、夜がね、きびいのよ夜きびいのよ。しんごちゃんかわいい、ありがとう。そうなのよ、さすおにさん、ギフトありがとうございます。うん、おはよう。田中さん、青高さん、ギフトありがとうございます。もうすぐ9時なので外も活発になってきましたね。今日めっちゃ天気良かった。あーたかさん、ハルキングさん、ギフトありがとうございます学ぶんさん、ギフトありがとう。ちばにゃんさん、ウリンちゃん、ギフトありがとうございます。今日ツアーが最終日なんですね。なんかいろいろ最後いろいろ最後です。おはようございます、おはようございます皆さん。
前髪を切りたい愛子寺です。おはよう。あ、なんか眠くなってきた、喋ったら。9月最後、9月も最後やし、ツアーも今日が最後やし、先週楽じゃない、ヤンマガも最後っていう、めっちゃ最後尽くし。いやーいやーほーいやーほー、すがさん、うりんちゃん、かずういさん、ギフトありがとうございます。なんか発表あるんかな、わからん、何も予想してない。何があるかな、わからん。でも私のあのすっごい理想と希望を言ってもいいですか。あの新公演の発表とかあったら幸せかも。なさそうだけど、ヤッホーです。おはよう。なんかあるんかな、わからん。でも全然予想できてない。おはよう。おはようございます。ウミガメさん、ギフトありがとうございます。私はそうですね、今日は、まあ、無事にコンサート終えられたらいいなっていうのと、今日見てほしいものは、なんだろうな、まあ昼も夜もどっちも大事だけど、夜は何かあるんかなっていう感じです。プリンちゃん、ギフトありがとうございます。ハルキングさん、ありがとう。サインボールにキス、そうだね、リネちゃんと約束したね、約束約束しました。早めに投げるじゃん、その間に余裕をかまして、ちゃんとゆっくりキスをしてる姿を見せてあげるのがポイントだから、しっかり余裕をかましてください。わかりました。そして投げた先をちゃんと見て、あの方がペンライトで殴り合いっこしてないかっていうのもちゃんと確認してくださいね。わかりました。今度頭の中で飛び返せるのかもしれん。本当に勘弁してほしい。で笑う、もう本当にミネちゃん笑かしてくるんですよ。起きてますよ彼女。はい、起きてます。本当にツボです。リエちゃん元気、朝からリエちゃん元気なくなることある？まあ人間やから、いつかしらあるやろ。そっか、そうなんだ、だよね。つがさん、東京1068さん、くじまずさん、ギフトありがとう。殴り合いはちょっとって。そうだね、殴り合いはよしてください。
おはおはよう。本当に前髪切りたい。初めあれで。え、借りてもいい？ありがとう。かずいさん、きのこのかばばさん、ギフトありがとうございます。おはよう。そう、たくさんの学びを得る。おはようございます。ちょっとお茶を飲んでもいいですか。どなに見ながら見てるな。あ、え、土曜は何する。え、もしかして今もうそんな時間です。え、見ようかなってね、見れるかなって思ってたんですよ。起きれなかったらあれ見れないなって思ってたんですけど。長さんが続いてんだ。え、そうだよね、長さん。いやいや、ちょっと荷物をどかしてね、千代さんがね、見てみますね、私も。あ、待って、つけたらすぐに、バイクに映るんじゃない？かね、ちょっとこのリュックがこいつが、ありがとう。はい、めちゃくちゃ隅っこに挟まってます。隅っこ暮らしをしています今。だからね、冷蔵庫の前で体育座りしてる。かずいさん、きのこのかパパさん、ギフトありがとう。イエイ、イエス。世界の始まりの日、みのみの、おはよう、おはよう、おはよう、みんなおはよう。おはようございます。まだ見てない。ない、今だ。うん。うっさんかいな。うっさんかいな。ほんま。でもすごいよね。何回も出演してるよね、千代、うん、さん。ね。ねえ。もうレギュラーメンバー並みに。ねえ。出演してる。土曜は何するってさ、関西だったんやと思って。うん、え、確かに、あ。映った。かわいい。かわいい。また山里さんだ。ねえ。うん。かわいい。そうですね。うんうん。チアさんだ。うん、かわいい。かわいいです。なんかこうやってどんどん STU のメンバーがさ。うん、いろんな番組出たらいいなって思うよね。ね、絶対向いてるメンバーいっぱいいるもん。確かに。ね。こんにちは。おはようございます。ちょっとちっちゃくしよう。今日の髪型まだ決めてないです。何時まで配信？
そうだな、じゃあ9時までにします。えい、おはようございます。おはよう、おはよう。また冷蔵庫が発動しだした。カズイさんにしてありがとう。どうですか皆さん、今どうでしょう。どうでしょう、いかがですか。いかがでしょう皆さん。大丈夫ですか。ただいま。おはよう。おはよう。まだループしてます。え、わからん、どうなんやろ。今大丈夫。あ、よかった。失礼しました。大丈夫そう、大丈夫そう。ウィッチ OK です。ピース。なんか配信が経つにつれて自分の声で眠くなってきた。おはよう。今から大阪に向かいます。お、気をつけて。そうなんですよね、楽屋の、差し入れがね、今日もしかしたらもっと多くなるかもしれない。千秋楽だからさらに来るかもしれん。食べ過ぎんように気をつけんと。ほんと2期生はねよくね群がるんですよ。言い方が良くないね。興味津々です、差し入れに。そうなんです、甘いのとしょっぱいのが半々欲しいですね。わがまま。ミックスジュース？あー、あー、あー、うん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 、いいね、ミックスジュースいい。あんちゃんギフトありがとう。だそうです。みんなはミックチュジューチュってやつ、うん、市販のやつじゃなくて新大阪の、うん、あ、そうなん、うん、それがあるんだね、知らなかったよ私。
いいね。飲み物確かに欲しいかも。うん、うん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 。良きですな。おはようございます。大阪名物。今日もたこ焼きあるのかしら。わかんないです。真っ黒のたこ焼きあったあった。なんか最初私開けた時焦げとるんかなって思ったんよ、黒やったけんけどなんか結構しっかり焼いたやつ、しっかり焼きみたいな感じでしたあれ。うん、あもうちょっとで配信終わりますね。今日の公演はそうですね、そうだな、明日じゃないわ、今日はノーミス目指して頑張るぜ。当たり前だけど当たり前のことを言った。あんちゃんギフトありがとう。あとちょっとレッスンをね頑張ってみますよ。最近またレッスンが来ないって言われることがあるので、レッスンを頑張りますよ、頑張ります。ウミガメさんファイトありがとう。うん、じゃあ最後にみんなに一つお願いがあります。みんなにお願いがある。お、当てた人いますね。お願いがあります。こちらよろしくお願いします。はい、もう急なお願いで私のわがままになっちゃうんですけれども、よろしくお願いします。ありがとう。9時になりました。なんか本当にあともう一歩みたいなところなんですよ。なのでよかったら皆さん最後まで応援よろしくお願いします。なんか私前ミクチャのイベントとかに出た時とか、あとナイーブの時とか、なんかいつも惜しいところで逃してしまうので、なんか今回はなんかね惜しいところで終わるのはもったいないなと思って、3度目の正直で、はい、皆さんよろしくお願いします。というわけで今日はこれで朝配信だけで終わるんですけれども、今日は楽しみましょう。メールもちゃんと送ります。はい、それではまた会場で会える方は会いましょう。今日配信もあるので配信見れる方は見てください。はい、
ありがとうございました。ではランキングを読みます。13位青鷹さん、12位空飛ぶドラえもんさん、11位春キングさん、10位アルマサトリアさん、9位アンちゃん、8位ウミガメさん、7位ザンタクさん、6位ウリンちゃん、5位ツガちゃん、4位チバニャン、3位カタカナのタッカちゃん、2位クジマちゃん、1位はガーントチャートちゃん。ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を。おやすみじゃない。バイバイ。